ちょっと一回さ、リスナーさんにさ、こんなことやったらどうって、こんなことを聞きたいとか、こんなことやってほしいっていうのを、ちょっと募集してみようよ。まこっちの別館の方だよね。そう,そう別館でね。 ほら、こっちはテストができるから、えー、その、まあ、リスナーからいただいた意見とか反映して失敗してもさ、まあ、テストだからっていう言い訳ができるからさ。うん、うん、そうだよ。本ちゃんではそういうわけにいかないからさ。うん。本、うん<ー>まあ、ちゃんも、まあまあ、何が本ちゃんなんかよく分からんけど<笑><笑>あ、もう、全部ふざけとるから、基本的に。俺の場合。なうん。だまあ、あのー、いいんじゃない今回のことで、うん、これで募集しますって。 まあコメントね書いていただければっていういで、うん、いまあ少ないから絶対来るからさまあコーナーの一つとしてね、うん、はいはいはい、うん、いいかなってすけども結の方はね,はいいねうん、うん、林啓二君のとこもさコメント来るんだからコメント取り上げりゃいいんだよ本編でうん,うーんまだ早いだろうそうかないやいやまさか君の方はねじゃもう,うもうそれやっぱちゃうって桁がちゃうもんやっぱいや,いや逆にあれでは増えすぎちゃうとできないってあの少数の方がいいってそれやるんだったら そうすると、その、偏っちゃうからさ。<ー>いや、ぐわーって思った中で選ばれたっていう、そのに、<laughs> あのね、スターは誕生みたいなのあるやん。サタ <laughs> スタ、スタ、スタン感覚。<laughs> うん。いっぱいいろんな人があげてくれました。いろんな事務所が上げてくれました、みたいな。そうすれば、俺が、女の子を装ったチャンネル作って、お前んとこコメント打ってやる。いらねえよ、もう、そのも、も <laughs> <laughs> そんなもんいらんけど、ただちょっと今は俺もまだ発展途上で、<ー>なんだろうな、今俺もいろいろ考えてるんねんなんんん。だからまあ、まあ、うちらは、まあ、本当にね、独身なのるとはまた違う味のある、うん、チャンネルを目指してるっていうのは、まあ、 それは間違いないと思うんだけど。まあじゃあ、そういった実験はこっちのラジオ別館でやろうと、うん。そう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 ,そう。うん、ラジオ別館では、なんだろう。いろいろ、まあ、チャレンジを。ましてやさ、俺とお前だったらさ、そのペイブメントとかもそうだけどさ。うん、できるからね、そういういろ、ねうん、んなことでもね、なんかできるから、な、うんか次元ナウの方はね、ありがたいことにね、音楽の方もね、最近評価してくれる方が増えたっていうのはね、うん、ああがたありがたい。あのー曲 曲とかね過去のライブ映像とかもそうなんだけど、えー、ああそうなんだ出してみるもんだなっていうのに気づかされたっていうのかなまあ今のうちはなそのごっちゃでまだいいんだと思うよう林くんのところでまあ確かにねこれがねまあもっともっとまあどうなるか分からなんけどさ <laughs> これがだからやっぱり人が増えてくると分けなきゃいけねえかなって思っちゃうけど、ね、それゃそうだよね まあでもいろいろと勉強勉強中があまう考えながらやらせてもらってますわ今、うん、まあ言うてもねまだ4か月だからねそうやでまだ、うん、ど素人で4か月で大したもんやでまあでも46回起きとないで俺も <laughs> まあ継続は力のありだよそうやな局な、うん、あとはだからなちょっとコロナ落ち着いたらなその独身な と段階ジュニアナウでやっぱな、うん、ちょ合同でオフ会とか収録会やりやるからね,ね名古屋でもいいしやりたいねあんかけスパーまたなみんなで食べて <laughs> いやお前本当に食いたいんかいやお前いやいやマジしょでも美味しいだろあれおお美味しいです <laughs> 何やねんお前おいちゃいやいやマジで美味しいですうんいやいやもうむかつくわ <laughs> いやいやでもねいやもう一回あるやろ、うん でかね、ちっちゃいじゃ,あじゃあ俺ね、正直、ワンカギスパもいいよ。はい、じゃなくて、お前に、ね、連れてきたい店はい,いっぱいあるね、まだ。ペトコンラーメンえそういうことじゃなくて、あの、うん、このラーメン屋とかさ、この定食屋とかさ。 まあそうだよね、うん、あんまりその長く手と名古屋俺もゆっくりできなかったから、ね、だから前さあ佐川のとこ行った時にラーメン屋行ったがやチャーハン食ったあ入っるあーうちの方ねうん<ー>ああいう感覚でいいねだから、えー、こっちだったらこういう店いいよここ一緒に行ってみようなんかあれさ前、うん、その俺ゴープロつけて行った商店街ってなんつったっけ、うん、大須商店街ああ大須屋ねうん、うん、あそこはもう大体あれでもう取鳥高はある感じなの、ね、全然全然 全然倒り出がないって。お前、あれはね。もっといろいろあるんだ。ーあれは、うん、一角で、一角しか回ってねえよ、あれは。あの、ケバブ屋の外人のアンちゃん面白かったけどな。ああ、そうやね。まあ、そう、ない人も結構いるし、うん。確かに、でも今はもう自粛とかだからな。今はちょっと、無理かもしれんけど。ああ、今はね。うーん。 これはだから、ちょっとな、コロナが落ち着いてくれないいろいろできないこと多いんだよね。<laughs> そ,うそうね、めちゃくちゃ多いよ、これね、すべ<ー>てに影響してる、俺だけじゃないと思う、う全国の人、みんな、まあ、大きく影響を受けてると思うけど、まあ、飲食とかね、外食関係は、まあ、めっちゃ影響を受けてるだろうから、うんどうする、どうするって言ってると思うよ、みんな、うんうんなんとかせなあかんで、まあまあ、とりあえず、まあ、募集しようよはあ、はいはい、そのコメントね。 うんうん、で,うでいい書いていただくっていうことでね、うん、まあ、うん、今回ちょっとこの試しにね、うん、独身なう別館フリートークをね撮ってますけれどまあ 1> はい、はい、週1回収録なんでは緩やかにね緩く、うん、でまあこれを撮らない回はなんかまたなんか緊急とかでねなんかもしかしたらそのフリートークであまあライブやってもいいしね、うんうん、ライブとかもやるかもしんないですしまあその辺はま,あまたね あのー、そこなんだよね。俺ちょっと自分のメインのチャンネルでライブ放送のアーカイブあんま残したくないんだよね。<laughs> なんとなく <laughs>。いや別にね、それはいいと思うよ。俺、残さない。い,い,いや、いいと思うよ。俺、残さないっていうのも<ー>、一つの、レア感があると思うよ。ここでしか参加できないっていうのもあるから。そ,うん、そう。それをだから俺は独身なうべっでやりたいんだよね。残さないライブっていうのを。 なんかね。独身の別館でやると減るぞ。<laughs> あ、いやだから、<laughs> うん。そ多くの人に見てもらうのはありがたいんだけどね。俺個人としては少ない人が見てる方が喋りやすいんだよね。何それそなお前お,お前がめんどくせえって。それはお前めんどくせえだけだって。なんで別館今日始まったばっかりなのに。<laughs> もうね、偉そうみたいに、もう皆さんはご存知の別館みたいなこと言うのもんね。<laughs> <laughs> <laughs> お前今始まったばっかりのチャンネルなのこれああえこれで一人も来なかったら超恥ずかしいけど一人は来ると思うけどいかんいかん <laughs> いそ,その一人を大事にしたいじゃんや,やっぱ別館はいやいやだったらいいや今度まず「独身なぁ」の方で生配信した時に実時とこういった別館があるんで次回からは別館の方にあそれでもいいよそれでもいいよ、うん、それはやはりそうしちゃいいんだってだからいきなり別館にやるっていうのはちょっとじゃなくかなと思う確かにうんだからそれはいいとして <laughs> だあれだよお前んとこもさ だから、段階ジュニアナウもアーカイブ残さないライブやってみたら、だって一緒の部屋にいるんだからさ。いや、俺、それね、これ怖いのね、怖いのはね、わかだろう。全く怖いの怖いねだって、それあれじゃん、慣れてんじゃん。そういうこと言うな、お前は。どういうことよ。お前分かって、じゃあカットしとくよ、今とこ。いや、おい、カットしろ、お前てか、別にね、これは、別に俺、正直。 あーまあまあ、これ、これはもうアーカイブもクソもないから、これはもう録音することだね。録 <noise> まあまあ、カットはできるけど、うん、うん、カットできるからね。まあ、もし生配信するんであれば、それアーカイブ残す必要は俺はないと思うよ、毎回毎回。な、うん。あの、キンコンのさ、うん、以前の、あの、西野がやっとったからね。へえー。うん、だから別にアーカイブを残すことも、 まあただね、今こうで自粛とかあって、うん、うん、暇だから、こういったことでも楽しんで、娯楽になるんであれば、ってなったらアーカイブ残しゃいいし。まあね。うん。その辺はまあお前に任すけど、別に生放送で、うん、って感じで消すっていうのも別にありだと思うから、それはもうちゃんとね。 ちゃんと放送では言わなあかんけど。まあ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 。今日はまあ。そうそうそう。で、それはもうね、もう宣伝の時点で言った方がいいよね。うん、今回はもうほんと生放送でもう残すつもりないんでって感じで。うん。ガチで生で、あの、なんだろう、う時期なんだろう、う今、花見は終わったろあのー、例えば5月ってゴールデンウィークの。ああ、そっか。こう、なんか、なんかタイトル適当につけてさ。 うん、オンライン花見、花見じゃねえ、オンライン、子供の日ゴールデンウィーク。うん、ゴールデンウィーク何が見れたいかよくわからないな。<laughs> まあでもみんな休み、休みだけど外出できないわけじゃん。い、なんかなんかないそんな、ゴールデンウィークの中にもいろんなやっぱ記述がある,あるんだろうなんか何度かの記述、何度かの記述っていうのがあるんだろう多分、きっと仕上げああ、まあ、旗日なんだろうね、なんかの。例えば、勤労感謝の日があったとします。うん、ええー、 今回は勤労感謝の人たちをね、勤労に感謝するという立場で、今日はね、お話をね、おかしいな、それ。<laughs> 面白くねえよな。全然面白くねえな。<laughs> なんかあればいいんだけど、なんかあればいい。とにかくなんかあればいいね。まあ<ー>世の中。いや、今何もないから、まあ言えんけど、なんかね、か記念すべきことがあれば、例えばお前の身内ージシで見なぜほう。あの、お前の、その、お兄ちゃんの娘さんがセリが来たらころ見ねえで、ね うわ <laughs> いわ。何があかんねいいやろ、に。あと、お前の親父さんが、ね認知入ったとか意味ないよ。<laughs> そんな話するかよ。<laughs> <laughs> あと、何、何かあるだろう、そういうのって。まあ、ま,あまあまあまあ、な、その、まあ、ライブでな、そのうちまあ、やるかもしんないけれど。まあまあ、ゆくゆくはってことでいいよ。そんなにそう、一緒で考える必要もない。そういう,そうこと。 っていうことでね、ま今回この実験的にね独身なう別館を今撮ってますけれどこんな感じでねぐだぐだとフリートークやってきますんで、あのもう編集もねめんどくさいんでねかなりグだグだだと思いますけれどはいはいいいじゃないですかっていう感じでじゃあねバイ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 よ愛よろしければチャンネル登録お願いします。